はい。山本一郎でございます。こんにちは。皆さんチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。あの、最近、オリオり詐欺と振り込め詐欺で、いろいろなね、手口で頑張っていた人たちが最近集中摘発されてるとまあ、ね、<laughs> その前の話もちょっと解説したいなと思ってね、動画を撮ってみたんですけどね、ちょっと私もこう古き知り合いでね、今神田で店を出していたその、まあ、佐々木式部さんという人がですね、その名分屋の手先になって、こう、まあね、代表取締役にうっかりなっちゃったもんだから、倒されちゃったみたいな話も出ていてですね、おお、佐々木さん倒されとるがな、みたいな話になって、まあ、会話はさ、結構ね、ざわざわしてたんですけどね、 ちょっとその、簡単の近くで店出してですね、まあ、なんとかそのね、ご一緒したいとかしてた人なんで、まあ、おお、やられだったんか、あの人はそういうこと、そういうことやってたんだね、みたいなので、はっはっは、みたいな話だったんですけどね。ただまあ、まだね、捕まっただけで、その、本当に起訴されるかったか分かりませんけども、まあ、俺は関係ねえというふうにおっしゃってたみたいですし、えー、うまく切り抜けられるのかどうかよく分かりませんけど、とりあえずその、警視庁に倒されたってことは、しょうがないのかなというふうに思いますよね。でも何なのかっていうとですね、その、大体その銀行口座とか電話番号とかですね、で、SMS 認証で使う、その、あの、携帯電話番号ですね。でこの後 この辺りのいわゆる査州であるとか、あとおろしですね、この辺りをやっているところが最近摘発されるようになりましたと。で、これはある意味、あの警察頑張ってるなというふうに思うわけですよね。まあ、それなりに、その、まあ、いろんなその手口に関しても、その、まあ、徐々にね、はいあの、守備範囲がこうね、狭くなっていって、どんどん捜査網がね、えー、もう本間にたどり着いていくプロセスの中にあるのかなというふうに思うわけなんですけども、まあ、要はですね、その、まあ、今回、その、佐々木さんっていうのは、まあ、今、中ボスぐらいの扱いでですね、まあその、その、中ボスに近い人たちでさえ、トカゲのしっぽに、ね、ちょっと太めのしっぽきり、ね っなぐららいいの形で切られちゃゃたんじゃないかみたいなことでですね、海外がザーザーしたんですよね。でも本人も多分その、ちゃんと分かっててやってたかどうか、その辺は我々もよく分からないんですけども、あのちょうど10年前にですね、その、まあ、脱法ハーブですね、この辺りを扱、まあ、って、その、まあ、逮捕されましたみたいな報道があったのまあ、一部の方はご存知だと思うんですけど、まあまあ、そういう感じの人たちの中に、えー、確かにいたのかなというふうに思うわけですよね。ただ、あのまあ、彼がその、まあ、そういう仕事をやるにあたって、どういう人からそれを頼まれて、えー、まあ、 ちょっと変な形でね、代表取締役になったのか、それもごく最近、一昨年くぐらいに確かなったはずなんで、まあ、そういった点でいうとその、なんでそんな界隈のところでね押し込まれてしまったのかって我々もよくわからないんですけども、ただそのね、表の顔は居酒屋店主でね、裏の顔はそのね、折れ詐欺の,その実際に仕切る側の名簿屋だったみたいな話になってですね、まあ、いろいろざわざわするわけですよね。で、まあ実際その、まあ、脱砲ハーブを扱っているその連中の人たちの話をまあ、ねえー、聞く限りでは、の彼の所属はあんまりよく知らないと。 まあ、足洗ったんじゃないのみたいなことを言ってて、まあ、それでね、真面目に片桐の仕事やってたんだったらよかったのにね、みたいなことで、まあ、わあ、わあ、いつだというような感じですよね。で、まあ、その出してる、そのね、店の,その不動産のオーナーっていうのはまたおってですね、これがまたなかなか素敵な人でございましてですね、まあ、そのあたりにも含めて、こう、いろんなその話がこれが出てくるんじゃないのかなというふうに思うんですよね。で、これ何なのかというと、出し子さんの話なんですよね。で、要はその最終的に、その、まあ、騙すまではある程度できてもですね、そこからお金を振り込ませて、それをその出金させて、出金させて、 で受けなんていうかその、犯罪収益としては成立すると。なので、そのおまあ、いわゆる犯罪資金としてあの、まあ、お金を振り込ませて、それを現金化させて、匿名の人たちがその回収できて初めて、一山なわけですよね。でその山を越えられなかったら、結果的にはその誰かが捕まらなければならないと。もしくはその足がついてしまったら、誰かが代わりに逮捕されなければならないということで、いわゆるその出し子っていうのは、まあ、いわゆる切り捨て役として、今まではですね、そこそこね、安いアルバイトしませんかみたいなね、 その空港でね、荷物渡される側の <laughs> 仕事って昔あってですね。で、それであの、あの、飛行機飛ぼうとするとちょっと手荷物拝見でやられて、で、結果的には中にね、面白い薬物が入ってたりとか、もしくはあの日本に持ち込んでいけないものが入ってたりとかって言って、その場で見回りを取り押されられて、でもこ、その人は荷物を空港で扱っただけだみたいなことで、まあ、やろうですよね。で、今の出し子って全く同じような形で、犯罪に巻き込まれるっていう形になるわけですよね。で、これ何なのかというと、ちょっと前までそのゾゾタウンの創業者だったその前澤友作さんがですね、お金配 事業ってやっててやたじゃないで、すかでまたそれとその合わせて、その仮想通貨とかやってた人はで、ね、お金を、その落ちてるお金を拾いましょうみたいなことをやってたわけですよね。で、その時に、いわゆるその養分とされる人たちは、例えばその LINE とか Discord とかに入ってですね、自分の口座番号を晒してお金をお互い入金し合うみたいなのをやってたんですね。で、その時に、そのお前の晒してる銀行口座の番号にですね、お金を交換ガンと入金するわけですよね。で、その時にその間違って入金させたんで、そのうちの手渡しで、例えば特定の駅をね、選んでもらえれば、あそこにそのね、えー、 あのに音を出してその人がその受け取り上が受取上る時手数料例えば200万振,ら振り込まれたら10万円手数料渡しますから持ってきてくださいよってやるわけですよねで。その最初に振,振り込めてる200万っていうのはその犯罪資金だけですよね。なのでその犯罪資金を出すために自分とは全く縁もゆかりもない人たちからのお,がお金が振り込まれた時にこれはどういうお金なのかっていうことをその本人は確認する術がないわけですよ。なので本来であれば間違って振り込まれましたので返金するので現金持ってきてくださいってここの時点で本当は疑わなきゃいけないですね。で今その銀行っていうのはその間違った振り込み した時には届出をすればですね銀行側が取引のキャンセルを押してくれるという、まあ、まあ一定の金額以下ですけそういう仕組みがあるわけですよねでそういうものを使えばその金融機関に行くだけでお金が返金できるという仕組みと同時にまあこうそうでこでおかしいなと気づく人のマシもうマジが出たのであればそのタイミングで、えー、違法のね口座からお金が入金されましたよと言ってそれのあの情報提供者になれるという,ようなところがあるのかなと思うんですよねそれだと協力金5万円かなんかもらえるんですねでそのあたりのこともそのちゃんと知っていればですね自分がうっかり出しこいになることってあんまりないわけですよそもそもお金ってまち 違って振り込まれるってことは滅多いこはいでなの、えー、そういった意味で言うとそのこの前のね4620万円男じゃないですけれどもまあそういうような形でお金を振り込まれた時にどうやってそのお金を返すのかっていう時に、えー、その時にその手数料を払うからその現金をここの駅まで持ってきてくださいもしくはあなたの指定する駅まで取りに行きますみたいな話があると、まあ、大体においてオレオレ詐欺であるとかそういうその、ね、問題のある取引の時のお金の出し子としてその教材が使われているのだなとピンとこなきゃいけないんですよね。でももも実際問題その自分が、ね、そもそも上がそそっているから だからそこにこう自分の口座にバーンと200万円とか300万円とか振り込まれて舞い上がらないはずがないわけですよね。ついに俺のも運が回ってきたとかいうふうにみんな思うんじゃないかと思うんですよ。で、そこでそのピンと来る人と来ない人っていうのが結構運の分かれ道なのかななんてことは思うわけですよね。なのでその自分の口座をうっかりそういうところにさらされてしまったがために、もしくは自分から晒さらてしまったがために、まあそれこそねお金配りおじさんとかね、自分の口座をさらさなきゃいけないですね。で、その,あの主催者でさらすとの,その前澤さんがそういうことやるとは思わないですけど、 まあ、似たような感じでお金を配りますとかお金が落ちてるので拾ってあげますみたいなことを言ってる人たちっていうのはそういう向こうの人たちからの口座番号を引き上げることによってそのいろんな人たちの口座を使うことができるようになったと。で、そこに振り込ませて振り込んだお金を返してくださいとっていうことをやればですね、えーまあ、大体においてはその乗っかってくる人たちはいるのでそういう人たち向けの静の弱サービスとして出し子をそ,のそういう人たちにリスクを負わせることができると。しかも大体85%は9割ぐらいは気がつかねえっていうので まだあのそれは、ね、その警察の側も、まあ、うっかりしているる部分もあるのかもあかしれないですけどそういうのはなかなかね、適圧の方が追いつかないということになると、基本的にはその脱出し口側有利ということになるんですよね。まあ、逃げ切れたら逃げ切れたで、それはそれでね、まあ、そういう人の運が良かったらで済むのかもしれないですけど、でもその裏側にはその、たくさんその、えー、不正のね、お金を振り込ませている、その泣いている老人、老母がいるわけですから <laughs>、そういった点で言うと、そういうことも考えて、渋滞自体を見ていかなきゃいけないのかなというふうに思います。で、あの、今回その、問題だった佐々木式部さんの話っていうのは、 周辺に関してはです、ね、僕らも結構、まあ、いろんな噂は聞きますそれこそ,そのまあね、えー、まあ西日本の方でそのあの結構だねす、まあ、素敵なあの付属チェーン店をやってる人がその黒幕でいるんじゃないかとかですねもしくはその、ね、埋め立て地のところでその頑張って、ね、高いあのマンションを買った人の中にそういうご本尊がね、えー、まあ女,女性と一緒に暮らしてるんじゃないかとか、まあ、そういうような話はルール聞くんですけど基本的にその別の商売をされている方が副業としてそういうそのあかんことをまあ手がけているという 立ててて付けけにしておくっていうのが一番安全なわけですよで今回もそのまあ,あの、まあ、小りとは居酒屋の店主の方がですね、まあ、あの名簿の出し子としてやってたんだよあ出し子に使わせるえ携帯電話番号の,その,、ねえーまあ、あの不正な流通の,その首謀者だったんだよなんてことを、まあ、言われてるんですけどまあ正直そんな。 そんな人じゃないですよ。うん。で、あの人はその全部取引ってなんかできてるような雰囲気のことも聞かないので、当然のことながらそれを実際にやってる人たちってのはまあ裏側にいて、で、おそらくその本名ではない付き合いの中で、その佐々木さんにお前ちょっとこれやっておいてくれないと、代表になったらね、それこそ年、まあ600万か700万か、代表取締役の費用として付けてあげるからと、で、あなたの店も助かるでしょみたいなことをやってたんじゃないかなっていうふうに、そういう想像を持ってますよね。で、同じようなことはやっぱり昔の,の脱法ハーブをやってた人たちも、要はその、昔はその本当ね、テレクラム そうでしたけれどもあの店頭で出してるそのいろいろその、まあ、変な薬物を売っている人たちってのはその、ね、お前何を売ってんだって警察が突っ込まれてその、ね、一日留置中にぶち込まれてそれで出てくるみたいなそういったことを、まあ、平気でできる人たちをこうかき集めてきてやってきたわけじゃないですかでそういう、まあ、商売のノウハウが今にも生きてるんだと思うんですよねある意味そのあの昭和の時代の手法が今でもつな、ねえー、がっているんじゃないかみたいなところをやっぱりうすうす感じる話があってまたちょっと違う事件で、まあ、名前が出た方っていうのはそれこそ東のね 共同前でそのダフェをやってた方々ですね。まあ、ある日突然仮想通貨のね、えー、売り子としてねお金をがめたことになってね、えー、それでその基礎されそうになっとるみたいな話があってですね。こんな仮想通貨なんか分かるおっさんじゃないわけですよ。でもそれでもその人だったかもねこう年間40億円から50億円ぐらいのその仮想通貨のもうね、えー、まあネタをそのリアルという人であるかのようにこう言われてですねその身柄持って帰れたりしてるわけです。だからそれはやっぱりねそのあのそう本当にやってる人たちは自分たちの名前が出ないようにですねうまい具合 実際にそういう人たちは何層かミルフィーユ構造になってですねあの名前あまりこう名前が出ないようになってるんですよねで、だけどその一番最後のそのまあもう本丸とされる人たちはですね出版社の社がやって みたいなことをやってみたいとかですね、もしくはそのね、えー、その地元の虎みたいな感じでね、こういう不思議なことをやったりするわけですよね。まあそういったことを考えると、やはりその、まあそういう犯罪収益の、まあうまい使い方に関してはですね、彼らの方は一日の長があって、今初一生懸命それを警察の側がその解明して追いかけてるっていう状態で、まあ警察もなかなか頑張ってるので、まあそこら辺のことがうまくそうね、この後いろんな捜査が進んでできるようになるといいなというふうに思います。で、最後にその結構最近高飛びがうんぬんって話聞くんですよ。 で、あの、まあ、ファトゥフとかね、警察の話とかしてると、結構それは、その、まあ、最近見破られるようになって、え、現地でその身柄拘束されて大取り物になったりとかするっていうケースが、まあ、小さいのも大きいのもあって、まあ、大きいのこの前ほじられましたけども、まあ、そうの,の出てきてですね、例えばマニラで強制送還されるにあたって、こうね、決断の名前で調べられてうんちゃうみたいな、まあ、そういうね、えー、なんかメス行き感のある話まで出てきて、そのままドキドキするんですね。まあ、そういうことあんまり僕としては、その、まあ、それはそれとしてね、えー、まあ、ちょっとそれを置いといて、まあね、やはりこう、まあ、日本国内でその状態 でやってる人たちを先ににね丁寧にこうまあと、最近はそのまあ中古自動車とかね、あと、ベトナム人のいわゆる桃とか梨とかですかね、<laughs> あの辺もやっぱりね、まあ、そろそろ景気悪くなってきたなと、あ,のあと、もう一個でかい取り物でいうと、太陽光パネルの送電の,その導線ですね、あれごっそり盗んだやつがいてですね、まあ、それであのね、その屈折市場の1個出たんじゃないかということで、まあ、警察の方来られましたけれども、まあ、うちには幸いね、そういうのなかったですけど、まあ、いろんなところの 事業者がまたそれでね鉄砲をやったのかなっていう風に思ったりするんですけどねまあ、皆さんその辺りの話をもし聞かれたらそのねこそっとツイッター側に書いていただければみんな拾ってねその後の警察に来られどんどん流していくっていうことが一応ルーティンであるのでそぜひ頑張っていっていただければいいかなという風うに思いますねまあ攻撃通報よりもまあツイッターの方が最近安全かなという気もしなくもないですけど、まあ、そうのことをうまく使っていっていただければいいかなという風うに思いますね、はい、どうもありがとうございました失礼します